はい、皆さんこんばんは。BLT の時間です、はい、この番組はですね、はい、やってる内容がいちいち違うでしょう。そうですね、毎回毎回内容によってはですね、はい、最後高視聴率になることも、あ、全然視聴率がなくなることもあるんです。はいはい、ですから、はい、今日は先に宣伝させてください。あ、わかりました。あ、みんな見てないからね。そうそう、わかりました。なんとですね、皆さん、シティボーイズがまたやってきました。お前、はい、なんですか、これ。ベタなやり方やめろ。いいじゃないですか。なんでまたやって。いやいや、俺はサーカスか、お前。いやいや、1年に1回恒例のシティボーイズがやったんですよ。なんとですね、このカーペンターズノットファウンド、こちらね、シティボーイズとですね、中村雄二さん、そして伊藤聖子さんのこのメンバーがなんと5月の18日日曜日、日比谷野音音楽堂でですね、ライブをすると。なるほど。野外でしょ。野外ですよ。雨降った、雨降ったらどうするんですか。中止です。いや、雨降ってもやってくださいよ。雨降ってもやりますよ、面白おかしいこと。シティボーイズとかね。雨降った。お前、トゲがあるんだ。トゲがあるんだ。違いますよ。どんな感じかわからないじゃないですか。やりますよ、面白おかしいこと。いやいや、だから見てる人はね、歌歌うんだなと思いますよ。音楽堂やから、面白おかしいコントをね、やるんですよ。誰かが下手なこと言ってそれを突っ込んだりするんですよ。いやいや、どうも愛情が感じられへん。わかりました。もういいです、そんなのは。黙っとれよ、やかまし。どんどん入ってほしい。僕も行きますよ、そら。さて、今日はちょっと待ってください。何ですか。行こう言うてんのに行きますよ。さて、今日はですね、はい、今までの教育の常識を覆すような、はい、新しいですね、うん、番組の中でですね、こう頭の知能度、うん、それと人間性をですね、測るですね、新テストをですね、行おうという趣向です。よっしゃー。やりますね。よっしゃってね。はい、今まで巷ではこれ、はい、IQ とか言ってね。そうですね。はい、インテリジェンスクオーティエントっていうらしいです。あ、なるほど。ね、インテリジェンスクオーテント、それを超えるですね、はい、テストをこの番組で考えつきました。なるほど。それをですね、ヒューマンクオーティエント、あ、人間としての指数、人間指数ってことですか。そういうことです。通じるんですかね、これ外人に。まあですからね。いいじゃないですか。いいじゃん、見てねえよ外人なんか。お前、一回きりやからもういいじゃないですか。だからそうです、ライフラインとかなんかあんなも通じんかったり。言うときましょう、言うときましょう。人間指数、今までですね、だから官僚とかね、はい、ああいう人になるのにみんな IQ とかそんなのばっかし測ってたわけですよ、はいはいはい、そうじゃなくて、はい、人間としてのその人との人となりの素敵さ、素晴らしさをですね、うん、今日判明してしまうと。それでは本日の BLT HQ テストのシステムを説明します。3人のタレントさんが次々出される問題に誰が一番優秀に答えることができたかを1問ずつ決めていきます。判定するのはスタジオの100人のお客さん。各問題で最高点の人だけがワンポイント獲得。終了時の HQ ポイントの数によって誰が人間として優れているかが判明されます。それでは BLT HQ テスト、早速始まります。歌いなさい。ドレミファソラシドを正確に歌いなさい。これね、聞いてる人がちゃんとした人なんですか。そうだよな。音が絶対音の取れるやつかどうかって問題。そうですよ。ちょっと一番前の君、絶対音のドをちょっと出してみたら、君や。うん、ゾ、ド。ドそうや、それ。そうや。もっと低い。違うわ。こんな奴らに調べられるんですけど、まあ、一応まあしょうがないじゃないですか。え、歌いなさい。分かっとるわ。やかましいよ。おい、誰や、お前。誰や鈴木健二か、お前。懐かしいな。懐かしい、おかしいな。どっから出てくるんだ、鈴木。歌いなさいって。歌いなさい。分かってるって。うざいな、ほら。ドレミファソラシドね、分かりました。え、僕から。じゃあ、はい、僕から、はい、もう待ってくださいね。あ、わ、これは。え、どう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 ドレミファソラシド。お前、妙にいい声出したな、最後だけ。人間指数ですから。ドド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 ドはドドはドド、うん、その辺ドレミファソラシド。やらしいな、歌い方。歌い方にやらしい、やらしいよ、やらしくないもん。これ歌い方関係ないからね。いやいやいや、何がだろう。ええ感じやったじゃないですか。まろやかな。なんかでもスーツ着てたら得やな。得ですよ。関係ねえよ、スーツなんか。でもなんか古い少年がしてたじゃない、スーツ。関係ないだろ、スーツは。なんかメガネとスーツはええな。絶対年寄りにして声出してんだよ、お前。もうちょっと感動せえや。どうどうどう
低い低いいきます。ドレミファソラシド評価評価まずい、絶対大竹さんや。本当だってなんかもう見なりがせやもん。見なり関係ないだろ頼むよ絶対せや。おっ、おこれおかしいよお前。だってだってなんだよそんな。いや僕嬉しい、28もあったらもう最高ですよ絶対一桁やろな思っててな。俺だ板尾がなんでだよ。いやだから最後会ってたの、会ってたの、一応最後のドだけだよ板尾だったの。いやでも一応みんなの意見としてはあのね、だからないよな。やめなさいよこんなのお前。だからそれが人間質が低いんですよあなたは。見た、ダメですよ